でもちょっと下にね、下四つん這いになって、四つん這い、もうあのなんかやらしいじゃん。せーの、ハルミナーミナブラグにゃーは今日は体熱いゲームスキンシップ多めなゲーム、まあ、じゃあもうすぐ付き合って3年だからな。そうだな、お互いの部位とか唇とか指先でも分かるだろっていう話。ああそうだね、分かるよな。うん、あれ自信なさそうやな分かるよな、うん、うん、つもり。ルールは簡単で、一人が目隠しする、うん、まあ、指先か唇でどの部位に触ってるか当てる、当てるって今だったら手っていう感じ。ああそう、上手よ、うん、分かった。ルールは分かったけど、うん、勝ち負けのご褒美か罰とかはどうするの。ああいいね、どうしようかな。じゃあ負けたらキスマークをつけられる。つけられるんじゃん。 OK、 それに、うん、見えないところじゃなくて見えるところ、見える、やば、首とか絶対勝とう。だから明日仕事やん、職場の人にも見られる。やばいじゃん、これ勝たんといけない。自信ないの。勝つ勝つ、大丈夫。ゆうびきりげんま、何何何何じゃ分からんんだけど、ゆうびきったぴ守ってくださいね。はい、ゆなが先に目隠しされる。いいよ、いいよ、閉じてね、はい、見えません、見えません。うーん、どこにしようかな。脇じゃないよな。脇じゃねえわ。どこか分かる。全然分からん。ぶつかり合った。なんか手のここ、ブブ。で次、指で触ってください。指。分からん。難しい。あ、ここ。ブブ。顎。ブブ。分からん。顎やん。顎じゃないわ。ここなんか筋がある。ああ、ここ。正解。すごいよ。すごいすごい。嬉しい。触らせて、今ちょっと、うん、これ難しいよ。最初から難しかったから難しい。ごめんなさい、勝ちに生きとるから、これ。いや、もうどう、うん、今指何本分からん、分からんな。え違う、うちは唇が当たるところ。鼻で当てるんじゃない、違うじゃん。ごめんなさい、鏡いるかもしれない。どんな難しいところ。あ、分かった。え？顎じゃん。もうやだ。なんでわかるの？だってめっちゃ顎だった。それ息感じたからじゃなくて。うん、うちいつも結構顔周りキスしとるからわかる。すげえ。やっぱうちの体の方は知り尽くしたから。そう。顔周りやめよう今度。分かった。分かった？ぬくもりが。そう、鼻。正解。顔はわかるね。顔はわかりやすい。来る時の感覚が一発やろ、やっぱり、うんうん、じゃあ、リナも同じくらい打ちなかったしよかったってことやな。そうやな。あ、これほな、ゲーム途中じゃから。ほな、そうやな。今は、うん、1対1かとか分かった回数な、うん、ここ違う。じゃあもうちょっと触らせるよ。わかった、膝のこの辺。はい、ピンポーン、ここ。ああ。わかりにくいじゃん。見とる見とる。難しかったよ。難しいわ。じゃあうちら今引き分けじゃない。引き分けじゃない、うん、うん、OK。 次になる。次うち、まあ、今はまあ難易度的には同じくらい。でもちょっと下にね、下、うん、あの姿勢させるの。もうちょっと四つん這いになって、四つん這い。あ、いいの、うん、いいのじゃね。四つん這いになってください。
この大丸パイのこの縁ブブ違うんで、何を想像したの。もうあの世の中やらしいじゃろ。このあー正解すごいよ、うん、でもめちゃここに似とった。そう、うん、舌出していいの。わかった。はい、寄ってみて。このここのこの間サニバを表現しようとして失敗したみたいな。最悪最悪、うん、騙せれると思ったのに。みんな乾杯だね。はい、うん、じゃあ気狭くな時間です。嫌だな。嫌なの。嫌なの。あ、いや光栄じゃん。負けたから、はい。